自分で前髪を切る簡単な方法をちょっとお伝えします。使うのはこれ、100円で売ってるマジックカーラーと、長い100円でも売ってるこのピンっていうかラッカーある、これを使うだけです。まあフォーマーの皆さん引き出してる、こうですね、引き出してる。ちょっと表面側が短くなっちゃって、なんか丸さが出なくて、なんかこう切りましたみたいな感じになっちゃうので、それをより自然に美容師さんが切ってるような感じで自宅で切れるようなのをちょっと教えます。どういう風に使うかっていうと、これをこれに切り入れます。こういうことですね。美容師で切るときってこう丸く切ったりとかもできるんですけど、自分で切るときもこれを使えばうまく切れます。でどうやるかっていうと、彼女今前髪をちょっと少し5ミリから1センチ弱切りたいってことなので、丸く切った方が可愛く収まるんですよね。なのでちょっとここを取ります。はい、でここにこれを置きます。長いホットカーラー、ホットカーラーじゃないか、マジックカーラーの方がいいと思います。で余裕がある方はここちょっとどかしてください。あんまり上に持ち上げないで、この入れる位置としてはおでこにつける感じです。そしてピンで押さえます。ピンでこうしっかり押さえて、これをくるくるって回します。でここを見切る感じ、斜めにトン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 って切る感じ。そうそうそう、あんまり切るとちょっと、そう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 、あんまり切ると短くなっちゃうよね。はい、ここもちょっと、ここも切る、はい、出たのもうちょっと、よし、そうするとこうなる、顔の毛を取るってことが、なんかこれで切れるという簡単な方法、うん、どうですよ、今変にはなってないよね、うん、これ普通に自宅にあるハサミみたいなもんなんで、うちにすきバサミとかじゃなくないんで、すきバサミだともうちょっと自然に、まあできるってできるんですけど、もう一回やってみますね。まあもう切なくていいんで、一応やり方だけお伝えします。あ、もうちょっと切りたい、はい、前髪を乗っけて、で余裕がある方はここで一回溶かしてください。こうみたいな、こういう風にブレてしまうと長さが思いっきり変わってしまうので、これがまっすぐなってるような感じ。はい、で挟む位置で、テンションっていうと挟む力があんまりかかんないところもあるので、ちょっとしっかりテンションがかかるところにしていただいて、くるくるくるって自然に丸めていきます。で先っちょを切るみたいな感じですかね。手鏡持って切る、はい、で今ちょっと切りましたんで、ちょっと下ろしてみましょう。どう、結構自然じゃないですか。うん、発注すぎずこういう感じいいよね。そう、こういう感じに使えばいいので、100円でできます。タッカールはこれよりも長めの方がいいですね。でしっかりここが浮かないで止まるやつを買ってください。ピタッと、そうしないと髪の毛押さえれないので。これは実はですね、まあ、今度違う動画でもやろうと思うんですけど、前髪だけじゃなくて違う場所もたくさん使えるので、これを使ったカットっていうのをこれから配信していきたいと思うので、皆さんチャンネル登録してください。です。です。です。